この番組は P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。やれますよ、もちろん。せっかく入った DDS ですからね。爆弾を見つけるヒント必ずあるはずだ。探偵学園級オープニングテーマ、岸本早美、迷宮迷宮迷宮。6月25日発売、予約受付中。イザースタジオ。私の髪は風なんか怖がらない。洗うだけでまとまる髪に、ビダルサスーンシャンプー&コンディショナコナミ。イエーイ、オイラクロッカー。なになに？カエルピョコリン大冒険クロッカー、6月5日発売。ケロン、びっくり。コナミ。すげえ白いな。あ、すいません。柔らかい。柔軟剤も使ったのか。ボールドは柔軟剤入り洗剤、洗い上がり真っ白で柔らか。気持ちいい。はい、ボールド。歯ブラシは毛先の形で選ぶより、クレストスピンブラシ、電動と手動ダブルの動きで歯垢除去 30% アップ。クレストスピンブラシ、プロも新登場。犯人はなぜ爆弾仕掛けた後すぐに逃げなかったのかな。ここにいたら捕まる可能性が高いのにさ。他ならぬこの場所でね。え、ここが名探偵段森彦の始まりの場所なんですか。変わらんな。いかに時代が移り変わろうとも、ここからの景色は昔と何ら変わりない。私は探偵としての最後の仕事を40年前の原点に立ち返りやり遂げようと思う。一人犯罪に立ち向かおうと誓ったあの時の情熱を持って、諸君たちに私の探偵としての全てを伝えよう。最後に今日手渡したこの DDS 手帳は、諸君たちが我が学園の生徒である証である。改めて新入生諸君、入学おめでとう。ここまでは P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ありがとうの形にしようか。ありがとうの形って、やっぱりこんな形でしょ。ハートだね。母の日に作ろうハウスココマロカレー。大きいハート。ハート。夢サイトでお買い物、食料品もバッチリ。夢サイト。医療品ももちろん夢サイト。日用品も夢サイト。新鮮情報はもちろん電波チラシ。
NBC 学園では小学校3年生から中学生までのジュニア囲碁入門教室を開きます。親子やペアでのお申し込みも受付中。 NBC 学園へどうぞ。今日のメニューは完熟トマトの林、ビフッ玉ねぎ完熟トマトの林、完熟トマトの林、ハウス完熟トマトの林ライスソース。レイシャブ食べたい。やってきましたレイシャブ、イクイお肉と野菜にレイシャブ、イクイレイシャブにはやっぱりハウスレイシャブドレッシング。NBC 映画鑑賞券プレゼント。主役のタクシーは純白の九条406。手に汗握る興奮とスリル、ユーモアを含む全てがスケールアップ。タクシー3、お申し込みはご覧の宛先へ。君プランターが舞い、土が飛び散り、幸せな家庭の仮面が剥がれる。カズマの挑む死者からのメッセージ。被害者は残された者たちに何を伝えたかったのか。パソコンはその暗号を解読できるのか。答えは一つ。ユーマ、お家に帰るの？僕にはケイトの家みたいな家はないんだ。じゃあケイトん家をお家にしなよ。さあ、順調に回を重ねて4回目になりました。ありがとうございます。はい、本当に大丈夫で、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとカエルの方がちょっと元気がなくなってきた。でしたの？なんでなんで？無表情だよね。やる気があるんだかないんだかよくわかんないさあさあ、どうですかこのクイズ番組は。アニメさん、もう少し人に興味持とうねあのアニメさん、本当にね、あの人に興味なさすぎ。いや、そんなことないですよ。なんでボソッと私にこの仕事向いてないんですよって言うんだよね。さあ、頑張りましょう。ぴったんこカンカン、いよいよスタートです。始まるよ、この人に興味ないの。カンカンはカウンセリングファースト、ポーラ化粧品の提供でお送りします。私の肌ってどんなケアを望んでるの？これがこの間のアペックスアイのスキンチェックの結果をまとめたアドバイスシートです。はい。キメ、保水能力、保護力、シワやシミの状態などについて角質細胞からたくさんの肌データが集まりました。ドキドキ。この黒い点々がメラニンです。自分のメラニンなんて初めて見ました。そろそろシミのケアが必要ってお肌が訴えていますよ肌データが成分になったアペックスアイのサンプルです。私専用ってことなんですよね。クレンジング、ローション、ファンデーション、こんなに試せるんだ。早速使ってみましょうか。私の肌にはポーラカウンセラーがついています。なんか良さそう。カウンセリングファースト、ポーラ。さあ、勘だけが頼り、知識無用のぴったんこカンカン、司会は TBS アナウンサー安住紳一郎です。どうぞよろしくお願いします。今日は三冠チーム、シネマ三冠で働いている皆さんでございます。せーの、私たち平和島シネマサンシャインズ参上。はい、ありがとうございました。自己紹介で燃え切る方が多いんで気をつけていただきたいと思います厳しい、厳しいですね。さあ、そしてそんなカンカンチームが勝利した場合は豪華賞品がありますので、皆さん頑張ってください。では先攻後攻のじゃんけんに参りましょう。さあ、枠のではベッキーさんと小関さん、前の方にお願いします。はい、せーの、最初はグーじゃんけんポン。はい、勝ちました。カンカンチーム先攻後攻どうしましょう。後攻で。後攻で。よっしゃ、先攻です。頑張りましょう。チーム先攻、そしてカンカンチーム後攻で参りたいと思います。さあ、それではまず最初こちらの問題です。あの頃君は若かった、恒例1枚の写真。さあ、こちらの可愛らしい少年ですね。さあ、それではぴったんこチームキャプテンえなりさんから参りましょう。どうぞ。志村けんさん。志村けんさん、さあ、かまちゃん行きましょう。来た。もう志村さんっつったらもうあのメンバーでしょ。あのメンバーでしょ。リーダー、いかりや長介、行ってみよう。違います。さあ、ベッキーさん。志村けんさんで惜しい。あ、でも唇が違う。高倉健さん。そっちに行きましたが、違いますね。
ないか。思い切って勝負いきました、はい、林家ペーさん、違います。今日お集まりの女性の皆さんにあらかじめこの方のイメージを聞いております。イメージヒントこちら。1位面白い、2位若々しい、3位お酒が弱そう。さあ行きましょう。久本さんどうでしょう。え、志村けんさんでわーって言ったわけでしょ、じゃメンバーでしょ。きたきたきた、高木ブーさん。違います。加藤茶さん。ピッタンコさん。初めにしてはめちゃくちゃ惜しかったじゃないですか。ものすごいいい感だったということですけどね。すごいよ、さすが同級生だよあんた。違います、違います。今夜のスペシャルゲストは加藤茶さんです、どうぞ。今夜のスペシャルゲストは加藤ちゃんペでおなじみのこの方、加藤茶さんですあのね、ペって、ペで夢じゃない、ペだけじゃない、ペだけじゃない、あんとか、しぐれたんですよ。すごい、やっぱりな、嬉しい嬉しい。これはどういう時のお写真になりますか。なんか、あれですか、七五三とかそういうわけでもなく、でもなく普段着でこういう感じですか。そうですね、いやでも、なんか本当お金持ちなんですね。絶対そうです。あの戦後まだね、はい、間もないですからね、5年間そうですね、にしてはすごくいい、はい、ね、明治時代っていうのも、ね、当時あれなんじゃないですか。そう、これもしかして加藤さんじゃないんじゃないですか。人も持ってきてませんか。俺そうかも。お願いします。坂本君は何やってんの。坂本君はあれ、それ椎名桔平さん気取り。それよく見るとムーシャ。意味わかんねえ。早く行こう。説明しよう。ビーナスハイスクールのビートはブラック、ボーイズ、ビギナーというヒップホップを愛する若者ならば誰でも大歓迎という意味を持つのだ。そして今夜ビーラップハイスクールに久しぶりに本格的新人ラッパー登場。さらに前回デビューを果たした新顔たちも大暴れ。果たして何が起こったのか。出演者今回も用意してあります。こちらです。そう、今回坂本が用意したシチュエーションは春場所。ラッパーたちには俺の土俵際をテーマにオリジナルラップを披露してもらう。俺の土俵。さあ、ではまず最初の一組目は橋本勘九郎。今日はどんなパフォーマンスを見せてくれ。言わないで、言わないで。ズンチズンズンチズンチズンズンチ。土俵でズンチだよ。ズンチズンズンチ。お前の履歴書、お前の履歴書、醤油をこぼした跡がある。お前の履歴書、社会を舐めてる。ズンチズンズンチ。お前の履歴書、お前の履歴書、ヤギが食べると腹下す。お前の履歴書、他人事。お前の履歴書、お前の履歴書、ノリビンゴの使って俺はここだ。イエーカモン、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 経歴詐称。へっへっへ。常に最後はアップですから。次の二人にチゲアとカルビ。これもスタッフの間では、チゲカルっていう愛称ですチゲカルさん入ってまーす。恥ずかしいよ、なんか。おしゃー。来たね。ここ入ってるよ。そうですよ。バンバンバンイエーベー。オーラがないんですよ。この人と話してあるとキリキリに立てたくないか。夜中に喉が渇いちゃって醤油を飲んだことないか。ローンタップしている美容室へ行くなら予約
そうしないのを遺伝のせいにしたんだよ。してくれますか。今日はですね、とても夢のあるアニメをラップにしようと思います。アニメラップですね。ドリーミングラップ。まるで加トちゃんみたいな必殺の一発かますと出てきちゃいます。なんて今は花粉症の季節だから超多忙なんだろう。はあ、現代の病気つらすぎ。春なのに浮かれない、逆に疲れない。とにかく花見て宴だいだ。パリアッピョー脱線のフリキフリキフリキ。風かな。いやそんな落ち嫌いだな。さあ続いて私結構元気ます。おっ、すごい花すごい気になってます。はい、今回もやっぱり曲に突っ込むんですか。基本的には言いたいことがある曲はいっぱいあるんで、うん、今日もやらせてもらいます。どうも。2人どこで知り合ったんですか。学校です。前回あの山口百恵さんの名曲プレイバックパート2を突っ込むという新型ラップを披露した現役中学生コンビ花々。果たして今回はどの名曲がその餌食となるのか。うーん、うん、渋い曲来たね。様子がおかしいよ。あんたケンチやん。さあ続いてはごく一部のファンから登場の。どうしたこんにちは。こんばんは。お前さ挑戦的歌より踊りがメインになってない。周りからお前を歌で歌売ってただろってちらほら言われるんで、今日は久しぶりに歌で勝負します。きっと微妙に違って
登場。本物だったんじゃない？学校へ行こうは日本リーバと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。またひどくやられたわね。いてたまにはやり返してやんなさいよ。嫌ですよそんなの。そんなんだから先生にはあいつらに触れてほしくないから。なんちゃって。やばなく塗ってもらえる幸せ、オロナイン H 軟膏。ごめんオロナイン液新登場。ダメージケアが進化した。髪に奥深いケアをするために今度のラックスは超微粒子ケア。表面だけでなく奥深く進んだダメージまで浸透。しっかり補修保湿、毛先まで潤う、まとまる。髪の奥からシルクへ、新しい「ラックスーパーリッチ」。ベタっとしたら気持ち悪いでしょ。だから今度のボディフィットは広がり止め。キュンと吸い込んだら広げない、広げないから肌の感じがいい感じ。ボディフィットいい感じでしょ。後ろ漏れって思ってた？体を伝わる伝え漏れだよ。だからせき止め出っ張り、朝後ろが白いと感激でしょ。超熟睡できるよ。ボディフィット。さあ続いては新人でございます。チェリコ。だからな、本物が来たんじゃない？本物が来たんじゃない？本物が。今回の新人チェリーコークの話によると、日本のなよなよした男どもにカツを入れるためのラップを披露するという。果たしてどんなパフォーマンスなのか。お、いい感じですね。衝撃デビューを果たしました。尾崎豆。ねえ、これすごいですよ。
こんにちは。前回収録の後にスタッフさんにもう来なくていいよって言われたんですけど、今日はどうしてももう一曲披露したい曲があるんで来させてもらいました。コーナーっぽくなりつつ、ますます盛り上がりを見せる B ラップハイスクール。遊びたいのか？どうだね？素敵。何すんのよ。くそ、俺を撃ったな。あんたがぶつかるよ。うるさい。あら、何すんの？やめて。あら。やめて、痛いわ。痛めつけてやる。